はい、というわけで今回の動画は本の紹介動画になってます。紹介する本はこの、財務心理教っていう本なんですけれども、フォレスト出版から発売されている本で、名前のインパクトで選んでしまったんですけれども、この財務心理教っていうのが何かっていうのがまずは重要で、財政均衡主義を教義とした財務省の活動方式というか、活動するための思考のことを言ってるんですよね。で、財務心理教の、よく聞く言葉としては、日本人は一人当たり823万円の借金がありますよと、財政は破綻状態ですよみたいなことが言われています。で、この財政破綻に関してはもう10年以上もっと前かな15年以上前からこういうことを言われてるんですけれど、一向に破綻する兆しも見えないっていうところで、じゃあこういう財務省の人たちが言ってるのは本当なんでしょうかみたいな本が、ここでは書かれてあります。で、著者の紹介なんですけれども、森永卓郎さんですね。すごい有名な人ですよ。お名前は知らなかったとしても、例えばそのテレビで、あ、この人見たことあるわっていう人もいると思うんですよね。で、やっぱ一番有名になったのはこの年収300万円時代を生き抜く、経済学っていうのがあるんで、これで有名になった人かなっていうふうに考えています。で、本書の構成なんですけれども、それを見る限りでは結構インパクトのある、その項目なんですけれども、この発祥の中で書かれてあることっていうのは、僕の感想なんですけれども、ご自身の体験ですよね。こういうような、特に、専売公社、今の JT ですね。JT にいた時に、実際に、役所の人と働くことがあったっていうところ、なんかのご自身の体験が書かれてあるっていうのと、もちろん経済的な内容も書いてありますし、あと政治的な経緯ですよね。その自民党政権があって、民主党政権に移って、もう一回その自民党政権に移ったっていう流れの中で、この人がこういうふうに考えていた、こういうふうに言ってたよとか、それが変わってしまったみたいな話があるんですけれども、今回の動画ではここですね、この経済的な内容を、ここに着目して、5個ぐらい紹介したいなっていうふうに思います。で、まず紹介する項目は、財務心理教の誕生っていう第1章からこの文章なんですけれども、当時の大蔵省ですよね。その当時の大蔵省っていうのが、過ちを犯してたんだよ。で、どんな過ちかっていうと、この元本を返済しないといけないっていう過ちを犯してると、国債に関して発行を始めたんですけれども、その国債を返さないといけないっていうふうに思い込んでいたと。もちろん個人の借金は返さないといけないですけれども、国の借金って返す必要ってないんですよね。必ずしもないんですよね。その借り換えをすればいいから、そこに気づかずに元本返済しないといけないっていうことは、収入がないといけないっていうところで税収を増やすみたいな。で、財政均衡を目指すんだったら税収がいりますよねっていうところで増税が始まった。その、消費税ですね。消費税の増税なんかが始まったみたいなことが書かれてあると。で、そういう日本政府なんですけれども、実はめちゃくちゃ資産も持ってるんですよね。で、それ当たり前で、じゃあ僕らがお金を借りた時に、その借金はありますけれども、その相手として、借金はあるけれども、現金を持つことになるんですよ。預金とか。だからその、借金のことばっかり言ってますけれども、お金を借りるっていうことはお金を持つっていうことなんですね。だから日本って結構資産をめちゃくちゃ持ってるっていう。借りてるんだからその分資産があるっていうことなんですよね。で、どのぐらい保有しているかっていうと、1121兆円ぐらいは持ってるっていうふうに、この58ページにそういう表が、連結財務諸表っていうものが紹介されてるんですけれども、1121兆円あるっていうことで、もうちょっと桁が多すぎてよくわかんなくなってくるんですけれども、そのぐらいいい資産を保有しているんだよっていう話で、だからその資産と、
こう負債を差し引きすれば そんなにめちゃくちゃ一人頭借りているっていうことにはまあならないよっていうことがここで書いてあるね。それをその負債側だけを言うからこうみんな不安になるんですよね。よくよく考えたらまあ確かにそうなんですよね。まあ、そういうようなその裏側を考えるっていうのはまあ重要なのかなっていうふうに考えています。それとともに確かに国債を発行しすぎ、国債は無限に発行できるわけじゃありません。それはその国債を発行してもいいんじゃないのっていう立場の人もそう言ってるんですよね。もちろん財務省はその国債をあまり発行したくないっていうふうに考えているんですけれども、そういう立場じゃなくて国債発行してもいいんじゃないのっていう立場の人もいます。ただその人たちも無限に発行することはできないとは考えてます。だからどこまで発行できるかっていうのはそのちょっと分かんないっていうところが正解なんですが、ポイントとしてはこの80兆円の国債の話なんですよね。コロナショックの期間において、その日本は80兆円こう国債を発行し続けたんですよね。じゃあその国債を発行しすぎたら財政破綻しますよっていうロジックの中で財政破綻してますか、あるいはそのかあのめちゃくちゃインフレが起きてますかって言ったらそうでもないんですよね。だからこう財務省の言ってることはまあ理論的にはあり得る話かもしれないですけど、実際は起こってないっていうことなんですよ。ということはその正しくなかったっていうことになりますよね。だからその国債をまあ発行してまあ解決する問題なんだったら税収よりもこっちの方がいいんじゃないのっていうことがまあ書かれてあったりもするんですね。まあ加えて確かにこう日本の賃金についてまあネガティブなニュースが報道されています。でその経済状況っていうのがまあその失われた20年とか失われた30年とかって言われるようにまああまりこう上向いてこなかったよと。でその一端もこのこの財務審理協、まあ厳しい言葉ですけれども、その財務省がまあその舵取りを間違ったっていうところもあるのかなっていうふうに考えられていてですね、特に何が厳しかったかっていうと消費税の引き上げですよね。これがその実質賃金の下落につながっていったと。だから消費税のまあ 5% から 8%、 8% から 10% っていうふうに上げていく中で、せっかくその景気がこう持ち直しかけたところでそのブレーキかけるっていうのを何回も繰り返しているので、それはその実質賃金、要はその賃金の金額なんて上がっていきませんよねっていう話で、まあその賃金が上がっていかないっていうところに加えて保険料ですね、その増税、消費税増税もありますけれども、社会保険の金額なんかも年々上がっていくっていうところで、こう実質賃金も上がらないのに税金やその社保のその天引きの部分ですよね、引かれるところが多くなっていくから手取りが残っていかないですよねってなったら、どんどんこう経済ってちっちゃくなりますよねっていう話なんですね。まあ、このようにこう本当のことを、例えばその消費税が 5% 今 10% ですけど、 10% が 5% になれば物の値段っていうのがまあ下がることになるから景気って上向いていくのに、政府並びにまあその裏側にいる財務省っていうのがまあ逆のことをまあずっとやり続けてるんだよっていう話になっています。ではなんでそれがずっと是正されないのか、それを是正するためにはどうしたらいいのかっていう話で、この6章にちょっとそういう兆しがあることが書いてあってですね、で国家公務員の給与の話なんですけれども、まあ、僕が子どもの頃その親から言われてたのは、その公務員ってその破産とか倒産とかが基本的にないから、その給与は確かにその民間よりも少ないかもしれないけれども保証は厚いみたいなことを言われてるんですよね。じゃあ今どうかっていうと、その給与すら民間レベルになってるから、だからみんなその公務員とかになりたがるっていう話ですね。じゃあみんな公務員になりたかったらそれは社会主義とは変わんないよねっていう話も出てくるんですけれども、
だからまあどうすればいいかっていう話で、ちょっと極端な例ですけれども、やっぱり今その、公務員の給与自体はその民間の給与と連動することになってるんですけれども、その連動っていうのが、会社に勤めてる、大会社に勤めてる人の給与と連動することになってるっていうことなんですよね。まあ、そうじゃなくて他の、 その非正規の人も含めたような全ての、 その所得と連動するようにしたらいいと。だから賃金が下がってるよっていう状態なんだったら、公務員の給与も下げていくべきでしょうっていう話なんですね。そうすれば自分の給与が上げ、自分の給与を上げるためには、その国民みんなの給与を上げていくっていう風なマインドになれば、もちろんその財政均衡主義っていうこと自体はそこまで問題じゃないんですよね。そのプライマリーバランスがゼロになるとかっていうのは、その考え方としてはまあ、あながち悪いわけじゃないんですけれども、今適用すべきかっていうと適用すべきじゃないっていうところも考え方の一つとしてはあります。じゃあその今そのだいたい平均給与が440万とかって言われてるやつを、まあ、500万にしたら給与上がっていきます、600万にしたらめちゃめちゃ給与上がってきますっていう風になったら、そこにフォーカスすると思うんですね。税収じゃなくて給与にフォーカスするようにすれば、あの流れが変わっていくんじゃないのみたいなことが、まあ、書いてあったりもします。まあ、こんな感じでこう今回の動画は終わらせていただくんですけれども、まあ、ここに書かれていることっていうのは、その一番最初に、あの最初の方にも言いましたが、この森永さんの個人の身の回りに起きたことと、まあ、今回紹介した経済的なことと、まあ、その政治的な経緯っていうところがあるんですけれども、まあ、経済的な内容に関してはいくつかその考え方があるんですよね。で、まあ、財務省の考え方もまあありえるし、こう森永さんが考えていることもまあありえるっていうところで、まあ、どっちを取るのかっていうのは、その立場にもよるのかなっていうふうに思いますし、そもそも何を考えているかによってもまあ違ってくるとは思うんですけれども、最初にも言ったように借金すればお金があるっていう、そのあるお金の方はどうなのっていうのとかはあまり国はアナウンスしないですよね。まあ、そういうふうな形で何かをやればその裏側で何かがある、その太陽が照りつければ影もできるみたいな形で裏側があるはずなんですよね。まあ、そういうふうなことを、まあ、多面的に考えるのにはこの本はうってつけかなっていうふうに思います。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。